クロマックス。タンク容量が小さいって思ってたけども、こんなに燃費伸びると思わなかったな。はい、どうもクロマックスです。ということで、現在時刻午前3時16分、いつものごとく出発前にバタバタするクロマックスです。つぐる代表とあやさんはですね、11月2日と3日、名古屋キャンピングカーフェアに出没するということで、これから向かいます。だいたいゆっくり行くと5時間ぐらいかな。5時間です。今回はね、ただ MGR さんからお借りした N 版で向かうだけでは面白くないので、N 版ファンターボ、これのね、燃費をちょっと測ってみようかなという動画で、一本動画を撮ろうと。これからガソリンを満タンにして、高速道路に乗って、着く頃かその手前ぐらいでね、ガソリンなくなると思います。N 版って確かガソリンタンクの容量ちっちゃいんだよね。埼玉県越谷市からキャンピングカーフェアの会場まで無給油で行けるかどうかっていうところと、満タン法でリッター何キロぐらい出るのか検証していきたいと思います。ちょっと暗いんですけど、車内はこんな感じです。フォレストオートさんのパーフェクトマットと岡さん愛用のエアマット、着替えのリュックをベッドの下側に、はい、3つ目、はい、あと撮影機材ね。そんなに荷物は入ってない状態と、MGR のベッドキットも20キロから30キロいかないぐらいなのかなっていう状態で試してみようかということで出発しようと思います。お気をつけて。はい、ということで岡さんバイバーイ。いってきます。ブース頼んだぞ。はい、ということでガソリンスタンドに来てガソリンを給油しに行きました。これね、 MGR さんからお借りしてる車なのでトリップは使いません。あやさん、現在の走行距離9206キロです。9206キロ、はい、それちょっとメモしといてもらっていい？はい。こっから走行距離いきます。ガソリンはこちら満タンにしました。もうすり切り一杯でございます。 Google マップで今設定したところ4時間20分、383キロということで、こちらの道のりね、これから走っていこうと思います。はい、ということで無事首都高に乗りましたと。今回はね、ちょっと肌寒いぐらいな感じなので、極力エアコンはオフにして、ホンダセンシング使って新東名通る120キロ区間に関してはね、100キロ以上の速度で走るような状況になってくると思うんですが、それ以外の区間に関しては概ね100キロ前後、ほぼほぼセンシングオンにしたままで走っててみようかという感じでございます。はい、ということで、あやさん撮影で今撮影してるんですけど、山手トンネルを抜けたところです。で、今インジケーターいじってて分かったのが、航行可能距離367キロってなってました。で、 Google マップ目的地まで349キロ、結構ギリよね。ギリですね。名古屋までガソリン、シビアな状況になっていくんじゃねえかなっていう感じでございますと。はい、ということで無事東名高速入りました。3車線あるうちの第2車線ね、真ん中の車線で100キロじゃ煽られる状況。できるだけ安全運転で進めていきたいというふうに思います。はい、ということでだいぶ明るくなってきましたね、外ね。現在時刻午前5時56分、6時前ですね。約2時間ちょっと運転をして、場所は藤枝パーキングエリアかなの数キロ手前っていう感じなんですが、もうちょっと行ったらね、どっかのサービスエリアで泊まって中間的な報告できればなと思いますんで。多分だよ、これ車中泊用の車が多いんじゃないかな。キャンピングカーとか結構止まってる気がするよ。止まってる。このね、週末の東名新東名交通量が多いところなんか特になんだけど、夜の時間帯満車なこと多いんだよね。これはね、一つ豆知識じゃないけども、まあ、全部が全部じゃないと思うけど、そういう車の比率やっぱ多いなっていうのはね、個人的に感じてること。多分車中泊されてる方結構多いはずだからね。ということで到着でございます。
はい、ということで戻ってまいりました。スグルがですね、昨日からお腹を壊しておりまして、はい、長いことねトイレにこもってる間、あやさんはですね温かいお茶とですね、これ乳酸菌で免疫力を高めてくれということで買ってくれました。あやさんありがとう。こちらいただいてですね、1本に乳酸菌100億個入っております。あと1時間43分ということでですね、安全運転でしっかりと N 番ちゃんを進めていきたいと思います。サービスエリアでね、中間報告するっていうの忘れてました。今ね、掛川からね、少し進みまして浜松15キロ手前ぐらいですね、航続可能距離が161キロになっております。 Google マップでね、残りの距離136キロ、1時間30分っていうところで折り返し地点過ぎて進んでいる状況でございます。もう完全に日も昇ってまいりましたと。まああと1時間半ぐらいで目的地までは着けるので、その時点でガソリン満タンにして燃費の計算しようかな。ここまでの長距離 N 番をお借りして初めて走ってますけど、まあ、助手席のね、はい、シート問題はありつつも、運転席シートは肘掛けもあって座り心地がいいし、やっぱり高速巡航してるってなってくるとホンダセンシングの能力を発揮してくれるかなと。 N 番の動画もすでに何本か出させていただいてはいるんですが、自分も N 番乗ってますってことで視聴者さんからのコメント欄で、タイヤホイールをインチアップして交換したらエラーが出てホンダセンシングが使い物にならなくなりましたとか、そもそも自分は高速あんまり乗らないのでホンダセンシングあんまり使えませんみたいなN 番乗られてるんだけれども、そのホンダセンシングのところ活用できてない方がいたり、グレードによってね後ろの窓が開かないよなんていう車があったりとかっていう、視聴者さんからのコメント欄でね情報をいただいたりもしておりますが、このファンターボに関してね、これだけ乗らせていただいた所感も含めて皆様に分かったことをお伝えしていければと思っておりますので、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。はい、ということで現在ですね、刈谷のハイウェイオアシス2キロ手前まで来ております。ガソリンのメーターが残り3本、航続可能距離が81キロになってるんですけれども、目的地まで33分、42キロの状態でございます。もうちょっと近くまで行って給油してっていうのをしようかなと思ったんですけど、余裕を持って給油をしてしまった方がいいだろうと。あとはね、そのまま寝ずに会場に行っていうよりは少し休憩を入れたかったり、あやさんも今ノーメイクだしねあとはね、仮眠をする上で別の動画も撮りたかったするにするんで、はい、ということで今刈谷のハイウェイオアシスに入ってまいりました。あ、ここか。うわ、トラックひでえ止め方してんなこれ。それはひどい。これはね、ちょっと文句言いたいですよおじさん。ここのちょっとフィットの前に止めさせていただいちゃいましょうか、はい、ということで到着でございます。トイレ休憩をして給油をして燃費測定と参りましょう。これまでスグルほら行ったり来たりしてるじゃん、はい、新東名通って、はい、名古屋までねこんなに近く感じたのは初めてかもアインさんがねちゃんと話し相手になってくれたっていうところと、ホンダセンシングで負担なく高速道をずっと走ってくることができたんで、疲労軽減にはホンダセンシングかなり有効だなというふうに思いました。はい、ということでですね、今ですね給油が終わりました。満タンに戻りました。ということでさっきの走行距離9206キロです。はい、そしたら引き算してもらっていい？9549。はい、343です。はい、ということで343キロ走りましたということでございますね。給油量なんですけれどもすごいっすよ。すり切り1杯まで入れたらちょうどぴったり20リッター。逆にちゃんと入れてねえんじゃねえかみたいなさそういうふうに思われますが、343÷20です。17.15 です。はい、ということですげえな、 17.15 キロ走りましたということでございます今回もオートクルーズを105キロに設定してほぼほぼ走ってきたような状況、それと同じぐらいの感覚でね、東名名古屋から自宅までクロワークス号で帰った時にリッター13キロぐらいだったのかな。ターボの方が燃費悪いって言うけども、高速になってくるとノンターボだとアクセル結構踏んじゃうから逆に燃費悪くなったりするんだよね。
こんなに燃費伸びると思わなかったな。タンク容量が小さいって思ってたけども、簡単にしちゃうとその分だけ重量が増えるから、せめて30リッタータンクぐらいは欲しいななんていうところはあったりもしたんですが、燃費がね、悪くなっちゃうっていうところもあったりするので、そういう考え方をとってタンク容量小さいのかななんていうふうに思ったりしました。スグルが最近ね、言っている残念ポイントっていうところで、二面収支のレイアウトが作りづらいとか、後ろの窓が開かない、もしくは、ちょっとしか開かないとか、助手席のシートが厳しいみたいな。助手席シートのね、解決に関しては、今回の帰り道も含めてちょっと検証した上で動画にできればなっていうところもあるんですけど、そういったね残念ポイント的なところがクリアしていけるような形になれば、お一人様車中泊もしくは車中泊仕様の車として N 版いいんじゃねえかなというふうに思ったりもしました。ターボの加速感確認したくてね、信号のストップ&ゴーでちょっとアクセル踏み込んで走ってた時に隣にコペンが並んできてコペンがやる気満々になったからパコンってアクセル踏んだらコペン置いてっちゃったっていうぐらい、N 版早かったりもするんで、いや面白いなというふうに思ったりもしましたね。はい、ということでですね、今回は名古屋のキャンピングカーフェア2日間遊びに行かせてもらうよっていうタイミングでですね、 MGR さんにお借りしたこの N 版の燃費検証ということで動画を1本撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。またツイッター、インスタグラム、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後到着してから少しの時間休憩をしたいなと思ってるんですけども、二面就寝のレイアウト的なところでマットを引いて寝てみるっていう検証もしてみようと思いますんで、そのあたりも楽しみにしていただければと思います。